はい、ドロップドッグワークス中村克也です。本日もサブスク先行視聴動画、やってまいります。本日の曲は疲れた日っていう曲になります。この曲は確かなんかもうめっちゃ疲れてた日に作って、その歌詞を考えるのが非常にめんどくさかった時があって、もう頭の中にもペッと浮かんだ言葉をとりあえず貼り付けて曲作ってみようと思ったのが始まりで作った曲やってんけど、だから A メロとかすごい適当にその歌詞は書いてみたんですけど、思わぬサビがめちゃくちゃいい曲になってしまったっていうのをすごい覚えてる曲やな、これ。で、結局だからその1番まではその毎日作るっていう、あの去年の鬼のスケジュールの中作った曲やけど、2番は今年になって継ぎ足して作った曲なんですよね。で、だから2番は別に真面目に考えてもよかったけど、せっかく1番でそういう風に、そう、例えばベイビーはどんくらいねじれたコンビ愛とか、なんか夢に出てきた居場所は湧かないとか、なんかもうふわりとか陰に任せて適当に歌詞書いてないけど、そう、せっかくそうやって書いたから、まあ、2A も2番の A メロもそういう風にして書こうと思って書いたのを覚えてます。なので、ね、2番以降は今日初公開なので、その辺の楽しみに聞いてもらえたらなと思います。で、アレンジは前回に引き続きまたリックラックさんが作ってくれたやつになっております。いつも通りね、結構大人っぽい、こうシンセキーボードを使った大人っぽいアレンジとなっております。ということでね、これだからもう今年の最初とかに作ったやつをこう満を持して今その秋口にね動画にしてるっていう感じになってて、なんか俺も久しぶりにこう自分が歌ったの聞くからすごい楽しみやなっていうところもあるので、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、ということで早速聴いていきます。
きました。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃサビ高いな。これ多分ライブで歌えとか言ってもまあ無理やろな。じゃあ最近もほんまに全然歌ってないから、そうだいぶ声量投資ちょっとしっかり練習してじゃないと歌えへんなっていうぐらい高いサビの、でも結構いいメロディーやなと思う曲でした。はい、でこれがね明日上がりますので、ぜひ、いっぱい聴いてもらえたらなと思います。でね、いつも言ってるんですけど、プレイリストこれやったらサビがめちゃくちゃ高い曲とかで、なんかほら女王蜂の炎とかと一緒に入れたりして、あのミセスとかとね一緒に入れたりして、そしたらなんか聴いてもらえるかもしれんし、なんか歌えるもんなら歌ってみろみたいなタイトルもいいかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、なんかいろいろやってもらったら売れる、バズる可能性上がりますので、ぜひよろしくお願いします。いつも言ってるんですけど、アレンジャーさん募集しております。ぜひ気になったらご連絡ください。そして僕の楽曲提供もやっておりますので、曲作ってほしいなと思ってくださった方、ぜひ DM もらえたら嬉しいです。ということでね、来週もね、確か上がると思いますので、楽しみにしてもらえたらなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。